さあ、これで船体の FRP は、完了しました。何をやったかというと、中空のスタイロフォームの、船体にまずは第2マー P ラインですね。 P ラインを縦に何本も何本も、貼り付けました。そしてその上から網戸をかぶせて、そして、それを4面結局全部同じことをやって、そして、第2マーでぐるぐる巻きに、今度は横方向の糸を加えてぐるぐる巻きにして、そして、エポキシで塗り固める。でね、そのエポキシは、2回塗りました。エポキシを塗って、で、裏側にガムテープを貼り付けたベニヤ板で押さえて、重りを乗っけて圧着して、その目的はエポキシが垂れないようにするためです。ベニヤ板で覆ってしまうと、垂れませんから。それを合計2回やりました。一度にできる面っていうのは 1面ずつしかできませんから、重力の力を借りるのでね、この一番上の面にしかそれができず、それをこう転がしながら、こっちをやり、でさらに転がしながら、転がしてこっちをやりっていうふうに、1日に1面しかできないので、かなり時間がかかりました。前の動画からね、ずいぶん時間が経ってしまいましたけど、でもね、ともかくこの FRP は、終わりました。これで強度は出てるはずです。でね、でもこれで完成ではないんですよ。というのも、このエポキシベニヤ板で押さえるっていうやり方はね、垂れないっていうメリットがある反面、その気泡が入ってしまってまだらになるんですよね。ここエポキシ塗り込んであります。でもね、こういう気泡が入ってしまったところ、完全にエポキシでは覆ってません。覆えてません。だから、これは船体ですからね、水の抵抗を減らすために、滑らかにして、ツルツルのピカピカに仕上げたいんですけど、今はそうなってません。で、これから何度も何度もエポキシを、塗っていけば、この凸凹は埋め尽くされて、ツルツルになるんですけど、そこで問題が一つ。それはね、エポキシって結局塗れば塗るほど重くなっていくんですよ。で、さっき、重量を測った時に、ジョイントの前半分でこれで4キロで、後ろ半分で、2キロ、片側ね合計6キロなんです。で、左右2列あるわけですから12キロっていうことになります。でね、この船体にジョイントのロック機構とかね、支柱とかね、全部加えて15キロに抑えたい、こういう目論見だったわけですけども、そのためにはね、この船体のブロックの状態で10キロに抑えないといけなかったんです。で、その10キロに対して今、合計12キロですから2キログラムオーバーっていうことになるわけですよ。で、ここにさらにエポキシを何度も何度も塗り重ねていくと、ますます重くなります。
だからね、そのやり方はもうできないんですよ。そこで、どうするかっていうと、削るっていうことをやらなきゃダメですね。今2キロオーバーしてるっていうことは、削ってさらにエポキシを塗り、削ってさらにエポキシを塗りっていう中で、削る量の方が多くないとこの2キロのオーバーは解消できません。エポキシ2キロっていうとこれぐらいあるわけですから、どんだけ削らないといけないのかっていうことですよね。これ以上重量オーバーを増やすわけにはいかない。だから、今後エポキシを重ね塗りするのと同じ重量のエポキシを削るか、あるいはそれ以上のエポキシを削るか、とにかく削るっていう作業を主体にしていかないと、重量は重くなる一方です。ですので、ここからの工程はこの船体を研磨して削って磨いて、エポキシの重ね塗りをしていく、こういうことですね。垂れたエポキシの滴を削り取っていきましょう。さて、これで、垂れて滴となって固まったエポキシの、除去が、終わりました。これでね、下処理が終わったところで、ここから全体にサンドペーパーをかけていきます。平坦にならす。そうするとね、この凸凹の出っ張った部分はサンドペーパーで削れます。で、そこから再度エポキシを塗り込むと、今度はへっこんだ部分にエポキシが塗布されて、だんだん滑らかになっていく。だから削ってはエポキシを塗り、削ってはエポキシを塗り、こういう作業ですよね、これからはね。で、このエポキシ面を削るのは、サンドペーパー使うんですけど、こういうタイプのサンドペーパー、本当に紙にこう接着剤で砂を貼ってるタイプ、
これね、エポキシには効きません。これではエポキシ全然削れません。こっちを使います。このね、布に、アルミニウムオキサイド、だからサファイアと同じ成分なのかな、そういうね、サンドペーパーを使います。これね、これでようやくエポキシ削れます。だからもっぱらこいつで今から、削っていきます。これも重労働だね。おまけに少しずつしか削れていけないから、またこれで日数かかっちゃうね。まあやるしかないか。ということで、これから数日間にわたって、延々とこの作業を繰り返していきます。だから、この作業が一段落して次の動画に、次の工程に移れるまでにまた1週間ぐらいかかるかも分かりません。次の動画はおそらく1週間後ぐらいです。これ手作業でやるの大変だよね。やっぱサンダーかなんか使わないとダメだね。よし、作ろうサンダーを作ろう。
さあこれでちゃんと機能してくれるかどうか。まあまあか。どうなんだ。